おはようございます。音楽プロデューサー、そしてグラミー賞研究家のウェルカンマンです。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞されるプロジェクトメンバーであることを夢見て日々活動しております。このロードトゥグラミーは、グラミー賞受賞、そしてノミネート、さらに今後、グラミー賞受賞ノミネートされるであろうアーティストをピックアップし解説していくポッドキャスト番組となっております。Spotify、YouTube の方のプレイリストをフォローしていただくと、この解説の後に楽曲が流れるようになってますので、ぜひチェックお願いします。今回紹介するのは、第63回2021年に行われるグラミー賞でのベストアルバム賞にノミネートされているアルバムの中から、このアーティストジェネイ・アイコをピックアップしたいと思います。ジェネイ・アイコ本名はですね、ジェネイ・アイコ・エフール・チロンボ、1988年3月16日アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のシンガーソングライターでございます。ジェネイ・アイコですね、母はスペイン系、ドミニカ系、日系で、父はネイティブアメリカン、アフリカ系アメリカ人、ドイツ系アメリカ人でありますが、両親は、後に離婚しております。非常に多文化の、多国籍の、いわゆるお子さんだということですね。お姉さんは R&B 歌手のミラ・ジェイでございます。南ロサンゼルスに住んでいたんですが、彼女の家が7歳の時に全焼しまして、その後、まあ、いわゆる中学校高校と進んでいきます。で、16歳の時にですね、音楽活動として契約を果たし、まあ、いろんな事務所を、事務所はですね、ザ・ナ・ユナイテッドグループ、アルティメイトグループと契約しながら作品は出していくんですが、その後、エピックにもリリースが、決まっていたんですが、お蔵入りのアルバムになり、一旦彼女は、レーベルを離脱すると、まあ、そういった流れでなっております。そして2007年には音楽活動に復帰し、カリフォルニア州で、活動していたんですが、妊娠を機に再び音楽活動をやめ、娘を出産しております。そして出産後2011年にですね、ミックステープを発表し、デフジャムレコーディングスと契約します。2013年には、EP セイルアウトをリリースし、ビルボード200で8位を記録します。その後ビッグショーンの、Beware やオマリオンの Post to Be など、客演で参加した楽曲がヒットし、ここで、一気に人気になっていきます。2010年にはですね、メジャーデビューアルバムがですね、アルバムのビルボード200で最高3位を記録し、第57回グラミー賞では、セールアウトが最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム賞に、楽曲 The Worst が最優秀 R&B ソングに、楽曲、Black Magic が最優秀ラップ、サングコラボレーションにノミネートされて、ここで、さらに飛躍し、一気に、世界的に注目を浴びます。その後彼女は2017年に2枚目のアルバムトリップをリリース、全米5位を記録し、2020年の3月6日、この今回紹介する3作品目のアルバム、チロンボをリリースし、全米2位に記録しております。そしてですね、このグラミー賞にノミネートという流れになっております。ですね、実は2016年からこのビッグショーンとの交際を開始していまして、実は2018年には2人は、別れたと、報じられております。その中でもね、ビッグショーンとの楽曲の中でも割と2人のお子さんが流産してしまったこととか、まあ、恋愛、2人が恋愛していることだったりとかを結構赤裸々にね、あの音楽として取り入れていたので、この破局っていうのがですね、すごくどういうことなんだろうということで、すごくあの話題をかっさらいました。でですね、今回紹介する曲なんですが、まあ、ミュージックビデオの方にもなっているんですけれども、その別れたビッグショーンがなんと出てきてですね、この2人の恋愛感とか、実際このビッグショーンが浮気して別れたようなんですけれども、まあ、その辺のいきさつみたいなものがもう赤裸々に曲になっています。で、そういう、こう歌詞の見どころとか、リアルな、部分に関しても非常になんか R&B だなと
この手の音楽ジャンルって非常にこの辺のこう恋愛が赤裸々に語られてたりするので、こう R&B 独特だなと思っていたり、日本ではなかなか考えられないですよね。さらにですね、この、ビッグショーンに対しての思いだったりとかも赤裸々に語っているんですが、彼女自身のこのなんていうかな、セクシーな部分、お子さんが生まれていたりだとか、音楽活動をお子さんが生まれた後またやっていたりだとかっていうところも、なんかこう音楽とこうライフスタイルとなんかフォーファミリーみたいなところの考え方もやっぱりこう文化の違いを感じるなと思って、チェックしていました。で、他にもね、このアルバムめちゃくちゃ聴きどころ満載で、全部聴いてもらいたいんですね。で、結構 R&B シンガーのテイストの曲が多かったんですけど、今回は結構チルな感じで、ハワイでレコーディングされてるというのもあって、なんかサウンド的にもチルだったりとか、ミュージックビデオもこうハワイのテイストだったり、ジャケットのね、デザインもこうターバン巻いたこうハワ、ちょっと民族的な印象もあったりするので、今までのジェネ・アイコからこう新しい、R&B に突入していったなというところも、また、今までのファンにとっては聴きどころ満載なアルバムになっております。はい、それでは、今回紹介する楽曲でございます。ジェネイアイコでノーウェイコンセント、どうぞ。